10月以降際限なく続く、ロシア軍による国際法違反で非人道的な、ウクライナ全土への民間インフラ施設を狙った巡航ミサイルやドローンによる攻撃においては、これから厳しい冬を迎えるウクライナの民間人が電力を失い凍える恐れが出るなど国民生活への影響が懸念されているな。戦略的ではあるけど、道徳心が見えない攻撃のやり方だよね。さて今回は、ドローン撃墜王のウクライナ空軍少佐が墜落するも生還し英雄になったことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍による発表では、ウクライナ領内に侵入した巡航ミサイルや、攻撃型ドローンのうちのかなりの数を撃墜しているんだ。巡航ミサイルやドローンを撃墜するには地対空ミサイルや自走式対空砲などのほか、速度が遅いドローンであれば歩兵携帯式対空ミサイルスティンガーなどでも撃墜が可能なんだけど、ウクライナ軍のミグ29を操り、ロシア軍が無差別爆撃に使用している、イラン製自爆攻撃型ドローン車ヘド136を撃墜している戦闘機パイロットがいるよ。その名はジム・ゴロシロフ少佐といい、2011年にウクライナ中部クレメンチクの軍学校を卒業し、2016年に北東部ハリコフの空軍大学校を卒業したばかりの若い戦闘機パイロットで、インスタグラムなどでウクライナ国内での人気が高く、彼が機上からの交信で使っているコールサインからやはウクライナでは知らない人がないと言われるほど有名とされているみたい。パイロットもインスタグラムをやっているなんて、時代だねー。ちなみにこのカラヤというコールサインは、世界史上最多の敵機を落とした第二次大戦のドイツ空軍パイロットである、エーリヒ・ハルトマンのコールサインカラヤ1にあやかろうと付けたことを、本人が語っているらしいな。ボロシロフ少佐は10月12日の早朝、ロシアがウクライナ国内に向けて発進させたイラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136を撃墜するために、空襲警報が鳴り響く中を出撃して、ウクライナの南部上空で飛来してきた車ヘド136 3機を撃墜したよ。その後一度補給のために基地に戻っていたが、同日夜に再び空襲警報が鳴る中を出撃し、今度は西部ビンニツァ州上空で2機の車ヘド136を撃墜したんだ。しかし、2機目を撃ち落とした際にドローンの破片が蒸気であるミグ29を直撃したために、操縦席の風防が割れてボロシロフ少佐は頭部を負傷し、機体からは出火して墜落してしまったぜ。ただ、ボロシロフ少佐は冷静に状況を判断する余裕があり、機体を墜落させる起点に民家などがなく安全であることを確認した上で、パラシュート降下によって緊急脱出に成功したが、少佐が語ったところによると、パラシュート降下で地上に降りるまでの時間がわずか2分であったらしいな。そして少佐は地上に降り立つとすぐに持っていたスマートフォンで自撮りをしたというんだけど、これは墜落した記念写真を撮影したわけではなく、自分のレーダーから蒸気が消えたことで安否を気遣う仲間たちに無事を知らせるためであったみたい。の機が墜落するという緊急事態に陥っても、これほど冷静な行動を取ることができる彼を国民は称え、ウクライナのゼレンスキー大統領は11月5日、このボロシロフ少佐を対ドローン戦闘における撃墜王として、ウクライナ英雄との称号を授与し、大統領令においてウクライナの国家主権と領土一体性の擁護にあたっての勇気と英雄的行為を実践したとしてその行為を称えたんだ。日本のインターネット上では、このボロシロフ少佐の戦果に対して称賛の声が上がっているが、中には、安価なドローンを数機撃墜するために、高価でウクライナ空軍にとって貴重なミグ29を喪失したことについて批判する声もあるぜ。確かにミグ29の価格とイラン製ドローンの車ヘド136の価格差を考えれば、ウクライナ空軍にとっては割の合わない計算となり、ボロシロフ少佐が撃墜されたことは国益に反すると言えるかもしれないな。しかし、現在のウクライナは毎日のようにロシア軍から撃ち込まれていて、いつ終わるともわからない巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンの攻撃に怯え、電気関連の生活インフラを破壊されたことで電気を使えないなど、生活に支障をきたし忍耐を強いられているウクライナ国民にとっては、ロシアから無慈悲に発射されてくるミサイルやドローンを一機でも多く撃墜することが、
ロシアに抵抗する戦意を保つためには必要だよね。いろんな利益を考えると、ボロシロフ少佐の行為は間違っていないと思うな。戦争においては、どれほど兵器が発達して人工知能 AI が戦闘行為を行おうと、人間の戦意や士気がその勝敗を左右するし、そしてそれは、単純にコストを比較しただけの損得感情で測れるものではないからね。ただ、そうは言ってもロシア軍に対して航空戦力においては、圧倒的な差をつけられているのはウクライナ軍だからな。アメリカやヨーロッパ諸国の最新鋭戦闘機を提供してもらえない現状を踏まえれば、ミグ29は宝石のように貴重であることは確かで、一機でも失いたくないのが本音だと思うぜ。また、亜音速で飛翔してくる巡航ミサイルの撃墜には地対空ミサイルなどが必要とされるんだけど、シャヘド136など低速のドローンを撃墜する際には高価な空対空ミサイルを使用せず、固定武装である自主 30mm 機関砲を使用していたと見られているよ。しかしながら、低速とはいえドローンを目視によって機関砲で撃墜するには、それなりにパイロットには高い操縦技術が求められるため、ボロシロフ少佐のように練度の高いパイロットの損失は、ミグ29の機体以上に貴重な存在ってわけ。低空を低速で飛翔してくるドローンに対しては、飛行部隊の防空用として開発された自走式対空砲などが有用とされているんだ。ウクライナ軍では旧ソ連製の 2K22 ツングースカを保有していると見られ、このツングースカは 2A38-30mm 連装機関砲にモント級 M311 対空ミサイル4連装発射機2機を搭載する、強力な自走式対空戦車だけど、退去して飛来するロシア軍の自爆攻撃型ドローンを防ぎ切るだけの数をウクライナ軍が保有しているかどうかは不明なんだって。そのため、ウクライナはドイツが保有しているゲパルト自走砲に目をつけてその提供を強く望み、ドイツ政府はロシアの顔色を伺いながらも50両をウクライナに供与することが決定されたよ。ゲパルトは、レオパルト1主力戦車の車台に、スイスのエリコン社製 35mm 対空機関砲 KDA を2機、発煙弾発射機4機を左右側面にそれぞれ装備した砲塔を搭載していて、砲塔向上砲にはレーザー測距器付きの9バンド捜索レーダー索敵可能距離 15km と、追尾レーダーで1つの目標を追尾しながら捜索レーダーによってその他の目標の捜索も可能となっているため、複数のドローンを捕捉して撃墜することが可能とされ、射撃管制装置はデジタル式コンピュータで統制されていて、高精度な対空射撃が可能な自走式対空砲だな。また、最近では右側の 35mm 機関砲の横にスキンガーを装着して運用するハイブリッド型も登場しているらしい。ウクライナ軍では7月からこのゲパルトを運用しているけど、ロシア軍のドローンや巡航ミサイルを撃墜するなどの戦果が徐々に上がっているとされ、現在も続くロシア軍の無差別インフラ攻撃への対抗策としてさらなる追加配備を望む声が高まっているよ。また、ドイツでは多数のドローンによって一斉攻撃をかけるスウォーム攻撃に対抗するために、新しい防空システムスカイネックスが開発されていて、このスカイネックスはエリコン社製 35mm エリコンリボルバー砲マーク3を1門しか搭載していないにもかかわらず、一度に6機のドローンの撃墜が可能なんだって。インターネット上などでは、ロシアがイランから継続的にドローン供給を受ける可能性があることから、このスカイネックスをいち早くウクライナに供与すべきとの声が高まっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。